早く安泰が欲しい言うべきです。挨拶行くね。私からです。何？何ですか？いいんですか？ポップティーン TV ということでお風呂に入ってなんこれからジェストーク。お泊まりといえば恒例のジェストークよね。で結婚したい。私23歳です。待って。みつきちゃんもうすぐだよ。若く結婚したいよね。若ママがいいんですよ。マリもそうで。わかるよ。え、それは子供も欲しいってこと？そうね。子供何人ぐらい欲しい？おお。あゆみさんいくつなんですか？私はもう30くらいに結婚できればいいかな。一緒。30くらいでいいかな。お仕事もしてみたいな。いろいろ充実させたいなって。で20代終えて落ち着きたいなって。確かに。え、まりちゃんは？私25ぐらいで。おお。早い。早く安泰が欲しい。ああ。帰れる場所って。え、じゃあもし結婚して住むならさ、都会と地方だ、東京か地元かみたいなあるじゃん。それ分かれるよね、いろいろ。いや、どうなんだろう。私地元がいいです。なんか都会もいいけど、都会だとなんかもうわちゃわちゃしてて落ち着きなさそうだし、子供もちょっとなんか大人びちゃいそう。だから自然で全く一緒。放牧させて。自由にさせて自由に育てほしいな。まあね、豊かなね。みつちゃんは？私も地方がいいです。そうだよね。そうだよね。なんか地元もいいなって思うけど、なんかちょっと都会でなんか育ってほしいのもあるかも。ちょっと強くなってほしい。ああ、確かに。なんだろうな、ちょっと出かければ何でも揃うし、便利っちゃ便利じゃん。なんかそこのストレスはないのかなと思って。確かに確かに。でもまあなんか豊かな自然に囲まれたところも好きだから、なんかそこは年末だったりとか、なんかそういう行事で帰るくらいでもいいのかなって思ったりもする。ずっとそこじゃなくて東京でもいいんだけど、愛理自身が地元が大好きだから、私地元にちゃんと帰る、帰省するっていうのがあるじゃん。そうやってちゃんと遠くへ行って帰るっていう場所があるっていうのもいいし、なんか自然豊かだからすごいのびのび育ってくれそうだし。方言かわいい。そういう自然にあふれた場所で感性っていうか純粋な方にすごい育ってほしいっていうか。職業は私は何でもいい、その子供のやりたい通りにしてあげたい。だから自分の母親がすごい何でもさせてくれてたから、なんか子供にもそういう思いをしてほしいから、なんかちゃんともし留学行きたいとか言ったら、もちろんさせてあげるお金とかもちゃんと用意したいなって思うし、なんか何でも本当にさせてあげたい。過保護意欲的な子になってほしい。だるいからやらないみたいな、なんかずっと家にいるとかはなんて言っちゃうかもしれない。もうちょっといろいろしなさいみたいな。時には厳しく愛情深く。そう。みつきちゃんは以下同文。おお。本当に以下同文。本当にもう好きなことやるなって感じ。そうだよね。そのために私は頑張るよ。いやいいママ。ママや。ママ。まりちゃんは？私も好きなことさせたいし、でもなんかそういうなんていうの、常識的なこととかは教えたいから、なんかいろんな習い事とか通わせて、友達関係とかも作り方とかもしてもらいたいし、なんかちっちゃい頃から英語とか体操とかやるといいって聞くから、自分も体操とかダンスとかやってたかったなって思うから、子供にはやらせたいなとは思います。あ、でも。お金があったらインターナショナルスクールに行かせてあげておきたい。あ、つった。あ、セーブしよう。いた。膝痛かった。最近ちょっと入ってきたそのまあ礼儀もだったりとか、それこそこうモデルをやる上での礼儀だったりとか、そういう今までのポップティーンって結構そういうのがしっかりしてたじゃん。そこがちょっと最近緩んできてるんじゃないかなっていうのは思ってて、挨拶ができてないとか、あとまあタメ語を使ってたりとかっていうのをちょっと聞いたりとか実際に私たちもあったので、まあ、そこはちょっと緩んでるのでしっかりしてほしいなっていうのはあります。最近でも撮影で会う右ものことで右ものことたまにあったりとかしたりするけど、そういう時も私が入ったばっかの時とかもうなんか。緊張感がすごくて、もう先輩一人一人に挨拶してっていう風だったんですけど、最近ちょっと緩んでるとこもあるのかなっていう風には思うから、直接会った後輩の子には挨拶とかした方がいいよみたいなことを教えたりするけど、もしかしたら言い方が優しすぎて響いてない部分もあるのかなとは思ったりはします。本当になんか今一番上になって思うことは、本当に先輩の存在ってありがたかったなってすごい、めちゃめちゃ実感して、やっぱ言われるうちが花だとすごい感じてて、最近はそれは先輩からの愛だと思ってて、やっぱ最初は誰でもなんか言われたら「なんだこの先輩怖すぎる」みたいな思うと思うけど、多分それってどん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 先輩になっていくと、なんかやっと分かるようになってくるっていうか、だからなんか言われてることが本当ありがたいことだなってすごい思ってほしいなってすごい思います。まあ、私たちもなんか卒業もそろそろね近いし、ポップ以外でお仕事することが増えてさ、なんかこうやって言ってもらえるとこってなかなかないよね。今のうちにこうしっかりできるようになって、他の現場でこうできるようになると、さらになんだろう、印象が本当にいいと思うから、ね、そこはなんかポップのいいところ、だからそれはずっと本当になくさないでいきたいっていうか、なくしちゃダメなところだから。本当ポップティーンってやっぱ歴史も長くて、各先輩たちがつないできたことをここで絶対崩したくないなってすごい思っちゃいますね。やっぱ年は一番上だけど、歴で言ったらそんなもん愛理さんとかも全然離れてるし、こうやって今19歳組としてすごい仲良くさせてもらってるけど、でもその中でもやっぱり礼儀ってすごい大事だなっていうのを感じるから、なんか後輩ちゃんたちにもそういう思いを忘れないでほしいなと思っていて。ポップティーンモデルとして他の現場に行くこともすごいたくさん私自身もあるし、その中でもし態度が悪かったり挨拶しなかったり楽屋が汚かったりっていうのがあったら、自分の名も汚れるし、ポップティーンっていう名も汚れてしまうから、なんかそういう責任感とかもしっかり持ってやってほしいなっていうのは、もう中学生とか高校生とか年齢関係ないから今は。だから本当にそこはプロ意識を高く持ってやってほしいなって思います。だってもうね、入った時なんてめっちゃビクビクしてた、正直言うと。言われなくてもなんとなく察したりとか、そういう空気感で分かる。なんて言うんだっけ、これ言わない、なんとか文句、暗黙のルールみたいな、そんな感じみたいな、そういう感じがもうあったから、それが薄くなっていってるのがちょっと感じたから、ちょっとやばいなっていうのはあったかな。頑張れ後輩ちゃん。またね、一緒に作り上げていきましょう。よーい、スタート。かわいい。かわいい。漏れてる。やばい。あれ？おはようなんだ。何時入りだった？1時間前ぐらいから。1時間？全く知らなかったよね。挨拶は？まだしてなくて、盛り上がってた。そっか、ごめん、話しかけない。作っちゃったのも悪いけど、来たら先輩のここのねそばまで来て「何々さんおはようございます、今日よろしくお願いします」って言うべきです。ごめんなさい、気をつけましょう、よろしくお願いいたします。そうね、やっぱり楽しい撮影は挨拶からって思いますんで、挨拶をね気をつけて素敵な撮影現場、撮影にしていきましょう。はい、よろしくお願いします。あれ、おはよう。おはようございます。あれ、いつからいたの？1時間前から。1時間前。あやみさんたちさっき来られたの見ました。あ、うん。さっき、1時間前。いや、1時間前からいたけど。あれ、先だったよね、入ったのね。先入りだったよ。すいません。うら。まず先輩がいたら挨拶でしょ。で、後から先輩が来たとしても挨拶。それ大事なかってる。はい。ね、やっぱこうそういう。はい、チクル。はい、チクル。あゆみさんはありるさんより響きました。おお。やけドキッとしてる。おら。誰が一番怖く怒れるか選手権。リコパしっかりこうちゃんと最初に挨拶をしてきてくれるし、あと気がすごい使えるのかなっていうのがあって、一番にこう気づいて動いてくれるのもあれだし、なんかテキパキしてくれるのがリコパかなって思いました。まおちゃん、そう、なんかこの間も年越したら「明けましておめでとうございます」っていうメッセージもくれたし、あと撮影一緒になりそうっていう時は「なんかいついつの撮影初めて一緒ですよろしくお願いします会えるの嬉しいです」みたいなわざわざ丁寧に DM とか送ってくれたから、すごいいい子なんだろうなっていうふうには思いますね。でも私もはおちゃん、なんか初めて会った時からすごいやっぱりちゃんと挨拶もしてきてくれて、かなり礼儀も正しくて、なんか静かだけど心はちゃんとメラメラしてるっていうか、割と心がポップっぽいっていうか、ポップに対して向上心もあるし、なんかこれから頑張ってほしいなって思うし、かなりしっかりしてる子なんで、ちょっと頑張ってね。私もリコですね。なんかやっぱりマジックアワーですごい一緒やったっていうのもあるけど、その表面上だけじゃなくてちゃんとその裏カメラ回ってなくて本当にプライベートな時まで時間の管理やったりとか、あと本当に意識が高くって本当に細かいとこまで考えてるから、今の泳ぎもミリもの中でそこまで気遣える子は多分リコぐらいしかいないかなっていうのはすごい感じるから、私たちがなんか優しいっていうかあんま注意しなくて、なんか緊張感がないなって思って、やっぱ私が後輩の時とかは先輩はもう入る前からずっと緊張してたし、なんか先輩っていう存在感がすごい大きくて、常に撮影現場でも緩まなくて、なんかほんと仕事仕事って感じで、そういうなんか緊張感が私にはすごい足りてないのかなって思うから、ちゃんとなんかできないかったことはその子のために響くように、まあ、優しくじゃなくて先輩からの愛としてちょっとまあ厳しく言ったり、なんかもう相談もされたらちゃんと細かくなんか教えたりとか、ちゃんと注意して、なんかあ先輩らしいみたいな、アイルさんだみたいな、緊張感がある先輩になっていきたいなってそこの子に感じてそう思いますね最近は。私が入った頃はまあ、ポプ戦のバトルメンバーからスタートしてレギュマに上がれて、でなんかその時は本当にもう先輩がもうたくさんいて、現場行くたびに自分の待ってる時はもう先輩の撮影現場ずっと見てたりとか、そこをカメラに収めて家に帰って見返して練習したりとかっていうのを自分はしてたけど、最近はそういう後輩ちゃんの姿を見ないから。なんだろう、まあ、自分と比べるのはあんまり良くないかもしれないけど、そのポップに対してもっと熱意を持ってほしいから。なんか私自身もこう先輩っていう立場になったけど、なんかまだまだ燃えていたいし、私がポップから卒業したらやばいな、終わっちゃうなみたいな、 なんか私もその先輩が卒業するたびにあやばい、なんかこのままポップどうなっちゃうんだろうっていうのを思ってたから、なんか同じように私が卒業する時もあみちさん抜けたらなんかどうなっちゃうんだろうみたいな思うぐらい、私ももっと大きくなっていきたいなっていうのは思います。そうですね、私ももう残りこうやってポップにいる間、もっと後輩のことも関わっていきたいなっていうふうには、まだそんなめっちゃ関われてるわけじゃないから、撮影で一緒になったりとかしたらたくさん関わっていきたいなって思ってるし、でその時にもう何でも多分入ったばっかの子とかまだポップのルールとかそういう礼儀とかまだ分かってない子とかもたくさんいると思うから、なんか自分の中で解決しようってするんじゃなくて、もう実際聞いてきたらなんか相談とかされたら全然逆に相談されるのは嬉しいことだから、全然たくさん教えてあげれるし、だからもうたくさん聞いてきてもらって、で私がいろんなことを教えてあげてっていう風にしていきたいし、撮影自体はすごい楽しむことはいいことだけど、まだ緊張感がない子とかもいたりするから、ちょっと緊張感を持ってもらえるように私たちもなんかもっとズバッと言うとか、ダメなことはダメだよってちゃんと教えてあげたいし、礼儀もこれからも教えていって、そうやってみんながそれぞれ今後どんどんポップ以外のお仕事していく時もちゃんとその違う現場でちゃんと正しい礼儀ができたら、そこの現場の人はあポップの子ってすごいちゃんと礼儀になってるな、いい子なんだな、また他の子呼ぼうかなって思ってくれると思うから、だからもうとにかく礼儀だったりとかいろんなことを教えていきたいなっていうふうには思ってます。まあ、私が入ってきた時とかのこう先輩はやっぱり、まあ、自分からも話しかけることも頑張ったんですけど、こう先輩の方からこう教えていただいたりとか。まあなんか気軽に話しかけていただいたりのがすごくなんか自分的にもすごい嬉しかったし、それがなんかこう相談とかしたいって思うけど、なかなかこうね、なんか後輩から相談とか難しいけど、そうやって気軽に相談できるような先輩がいたら多分安心すると思うんで、私もそんな感じでなんかちょっと自分からも話しかけに行ったりとか、まあ、積極的に話しやすい先輩っていうのをちょっと、まあ、残りの期間で、まあ、たくさんいろんな後輩のことをたくさんコミュニケーションも取りたいし。それこそイベントとかで、うん、こうね、まとめる役っていうのが大事だと思うんで、うん、みんな集まってとかね、体育とかそういう役割も大事だと思うんで、そういうことをまあ積極的にやって、そういうまとめることもやっていきたいなっていうのもありますね。あとやっぱりそれこそ先輩方が卒業していった時に、なんか本当にいい先輩方だったなって思って、なんかそういう人柄だったりとか、うん、なんか優しくもあり厳しくもありみたいな、うん、なんかそういういい先輩だったなって思ってもらえるように頑張りたいなと思います。じゃあサプライズあります。あ、私からです。何？ちょっと待っててください。なんか4人で旅行風みたいなのあるって聞いたから。あ、ちょっと買ってこうかなみたいな。え、違います。なんかたまたまなんか旅行企画あったじゃないですか、うん、なんかその後ホテルで写真でって書いてあったから、その時にサプライズプレゼントしたいなと思って、なんかお泊まりだからやっちゃおうみたいな感じで、めっちゃプチですけどやっちゃおう。やっちゃおう。え、そんないいの？なんかママってくれた。ありがとう。ありがとうございます。え、めっちゃ可愛い。これお揃いのブランド上のハンカチを。そう、なんか初めてのお揃いできたらいいなと。ガチで普通にリアルに。ほんまに。こや。本当にいいの？全然いいです。いやいや、使えるかな。色違い。これからも一緒にたくさん思い出作っていきます。女子会やってみました。すごいいろんなことをね語れたというかね、いろんなことを私たちが今思ってることを正直に言えたのでよかったかなとね思います。ちょっと今後引っ張っていけるような先輩になれるように頑張ります。よろしくお願いします。おやすみなさーい。急に時計が爆音で鳴り始めて、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。次の動画も見てねー。まだあった。まだ。え、なの？